はようございます。やっほー、ウォーズマンチャンネルです。はい、皆さん、大雨です。はい、実は今日地元河川の鮎の解禁日です。で、 100% 雨予報だったんでね、もうちょっと諦めようかなと思ってたんですけど、ちょっと一回川まで行ってみようっていうことでね、もう結構二度寝してね、まあ、時間的にはもう今8時頃なんですけど、一回ね来てみました。で、やっぱりね、来ると釣りバカがね多くて、もうほとんどのね、まあ、場所、まあ、上流は行ってないんですけど、下流域ではね、ほとんどの場所にね、もう人がおられる状態で、もうここぐらいしかね、まあ、逆に空いてなかったですね。なので今日はね、もう本当に大雨なので、せっかくおとりを買ったので、ここでね、まあ、1時間2時間ぐらいだけ竿を出して、まあ、解禁日をね、まあ、味わいたいなと思ってます。全く自信ないですけど、釣れたいですね。頑張ります。いやー、大雨やな。この仕掛けのやり方忘れたわ。今日はやっても2時間ぞ。こうがこの釣り人多いね。本当に釣りバカだわ。ちょっと今日はね、もう喋ってられません。ちょこっと竿出して早く帰らないとね。大雨です。本当にもう頼むぞ。お前は鮎一郎や。あと多分ね、水滴が結構カメラに今日はつくと思うのと、根本的に僕が釣りを忘れてるのと、本当にあいつり忘れたわ。で、去年がほとんどね、あいつりやってなかったんですよね。あ、なんか雨っていうね、これちっちゃいのがもう、いたいきなり超小鮎がかかりやがった。うん、頼むわ。で、2日前に結構な大雨が降ったんですよね。なので、鮎のね、餌の苔が少し飛んでるみたいなんで、キワを狙った方がいいかもしれませんね。まずね、一匹釣らないと。まあ、もうすでに5センチぐらいの鮎は釣ったんですけどね。またちっちゃいのがかかってる。これあかんな。で、この見てください、超ちび鮎がかかってるんですよね。そこに2匹目。あのちび鮎はまだいるんでね、長く楽しめるとは思うんですけど、あの、もう2匹かかったから鮎ヘロヘロや。もう選手交代か。これは網蔵だ。素人の僕にはちょっと厳しい。よし、頼むぞ。お前は鮎次郎。ああ、無情だ。ん？なんか、なかったか？違うか？なんか変なの、かかってる。ちっちゃいのが。もう、こんなんばっかか。微妙にサイズアップやけどね。さっきの5、6センチよりかは微妙にサイズアップ。そうなんです。おとりにならへんな。頼むわ。ちょっと。あ、守りか。お。来たか。来たやろ。あまり打ったら一撃やったぞ。あまり大きくない。よいしょ。おお。
あまりに来たら一撃やったな、やっぱり。ようやくおとりになる一匹が釣れたぞ。今釣れた岩、ちょっとね小ぶりですけど、まあおとりにはなりそうなんで、この流れだと速攻があるんでね、一瞬で勝負決めてこい、頼んだぞ。あゆサブロ、でもね小さいあゆがもうめちゃくちゃいるんでしょうね。あ、流されてるよ。分かってないか、これこういうね小さいあゆがね、もうめちゃくちゃいるんですよね。こんなね、食うぞ。ああいうのをかけるとヘロヘロになってるっていうね最悪の悪循環。まあもう今のビリヤイで弱っとる激流にもうヘロヘロの鮎をつけましょう。一撃で決めてこい、行ったれ、あゆじろう。ん？あゆサブローか。間違えた、ごめん。行ったれ、あゆサブロー。お、追われて追われて。かかれ。行ったれ、あゆサブロー。ああ、また。もう、またこのサイズ。ね、4匹目か。ヘロヘロ、大丈夫か、ちょっと救急車呼んでくれ、救急車。でもまだ行ってもらおう、ちょっと背張りにしましょうか。ちょっと重りじゃなくて背張りにしました。よいしょか、行ってこい。ちょっとこいつで連れてくれないと、言い方がね、ちょっとおとりが回らない大ピンチや最初から。追われてますね。あ、雨がめちゃくちゃ強くなってきた。お、追われて追われてる。かかれかかれ。あゆは結構いそうですね。ガンガン追われてる。お、かかったか。で、かかったか。かかったん違う？どうや？どうや？出てこい。おぉ、かかってるかかってる。これはおとりになるやろ。よいしょ。ああ、落ちた落ちた最悪。最悪。もうよくあるパターンやん。もう終わったんちゃうけど。よいしょ。よいしょ。もう、毎日かいい風だよ。行ってくれ。上流も人が結構詰まってきました。帰ろうかな。うわ、今のは取りたかったな。よかったか。ちっちゃいな、また。お、まあまあ。ん？よし。今釣れた、ゆうくん。おー、これいいサイズ。ね。18、9ぐらい。この追い星がね、2つ出てるね。綺麗ですね。これは美味しいやろ。ちょっといいアユに変わったんで、今からですね。なんか、あまり元気ないような気のせいか。気に。よいしょ。元気出していこうぜ。うん、いいわ、いい。ちょっと頼むぞ、お前。ようやくまともなアユに変わってくれたんで、こいつで釣れんかったらあかんよ。よし、泳ぎまくれ。お前のその背びれは偽物か。このぐらいのサイズが5匹ぐらい溜まったらね、もうちょっと流れの速いとこ攻めれるんですけど、今攻めたら終わりなんでね。
いやー、雨がきつくなってきた。半分帰りたいな。追われてる追われてる。かかったか。かかったやろ。もうかかってるかかってる、やっぱり。走らなかったけどね。おうおうおう。よいしょ。いいの釣れましたよ。ほら。見てください。20センチぐらいあるね。ちょいごし3つぐらいついてる。プックプク。さあ、こっからぞ。よいしょ、でかいな。引っかかんないよ、頼むし。おい、行ってきてくれ。ああいうお湯がかかるとね、勝手に釣れてくれるんでね。それがあゆ釣りです。ただ、あゆ釣りはね、プロもいる釣りなんでね、本当に奥が深い。おー、かかったかかった。ね、速攻ですよ。何もしてんのにかかる。ちっちゃい。よいしょ。ね、1分でかかった。1分、ん ?10 秒ぐらいかな。ね、本当にあゆさえ元気だったらこうやってかかるのもかかるし、で当然上手い方は、ヘロヘロの間でもね、釣られるという。もう釣れないって言ったら全然釣れないしね、おとりが循環しないんで、元気な鮎に変わると本当に、今みたいに10秒。テクニックなし。よし。大雨やしな。こんな時、解禁日違ったら絶対釣りしないでね。まだカメラがなかったらね、ちょっと釣りやすいんですけど。まあ今、ビリアユー寄せたらね、結構釣れてますよ。10匹ぐらいいってますよ。いつもね、アユ釣りシーズンの最初のアユと最後のアユはね、美味しく食べたいですよね。なので、さっきのやつは塩焼きやな。お、当たってる当たってる。アユ釣りはね、こうやって前あたりとかね、ガンガンってきたりとかね。で、口で加えさせて釣る釣りじゃないんで、アユの友釣りはね、もう縄張り争いでタックルしに来たとこを引っ掛けるっていうようなね、まあ、そんな釣りなんで、めちゃくちゃ引くんですよね。でしかも細い細い糸。今僕使ってるのは 0.15 かな。そんな糸で、ね、釣りがかりのアユをね、と、あと鼻かんに1匹ね、おとりアユかけてるんで、2匹をね、もう引っ張り上げるんですよね。ハラハラドキドキ。バラしまくりですよ、僕は。それがね、他の釣りとは全く違ったね、まあ、面白さがあるんですよね。なので、去年はちょっとね、まあ、天からを優先したんで、今年はね、あゆ釣りも、去年よりかはちょっと、釣りたいな。去年多分3回ぐらいしか僕はあゆ釣り行ってないかもしれないんですけど、今年はもうちょっと行きたいですね。うん、かかったか?かかった。オッケー。飛んでこい。よいしょ。こっちも18、9ぐらい。多分アベレージでしょうね、今の。綺麗な湯。なんか、この雨だと、釣れてもあんまりテンション上がらへんな。雨がね、ちょっとかからないようにカメラを結構下向けに今日は向けてます。なので、ちょっと見づらいかもしれませんけど。水滴だらけよりかはね、マシと思うんで。勘弁してください。こんな日はね、撮影したらあかん。もう一年ぶりですもんね、はい、釣り。そら釣り方忘れてるわ。お、かかった。かかった、かかった。ん?かかってるか。ちっちゃ。もう、久々にまたビデオよかかった。うちはあゆ。あゆ釣りは夏の釣りなんでね。暑い釣りのイメージなんですけど。寒いわ。めちゃめちゃ寒い。お、わかった。これちっちゃいな。うん、まあでも、おとりにはなりそうですね。晴れてたらね、もっと
カスマが通ってくるんでしょうけどね、ガンガン来てるけどな。いったれ、やられたらやり返せ。おお、かかれかかれ、かかったか。やり返しちゃったのか。やり返したな。バレるなよ。よっしゃ、よっしゃ、いい鮎やり返しちゃった。でかでかい鮎かけてきよった。今かけてきよった鮎がめちゃくちゃでかい20は絶対超えてるね。冗談でやり返せって言ったら本当にでかいやつにやり返してきよった。冗談やねんな、本気にしよったぞ。やりよった。お前でかすぎるから誰もお前には向かってきんの違うか。おお、向かってきた。おお、かかった。お、うわ、でかい。おお、流れる。生違う？乗されるぞ。よしよし。どこ行った？よいしょ。釣れた鮎はでかないけど、おとりがでかいんかい。そんなオチやね。釣れたんはこんなんやけど。ええやん。おお、来た来た来た、かかった。おー、かかってる。うん、団子になって飛んできた。で、今釣れたのが、まあまあですね。多分今のアベレージサイズと思います。18、9。なんか、あれあいつが楽しいな。カッパ着ながらやるっていうのはちょっと悲しいけど。お、かかった。見えたぞ。ちっちゃいな、多分。うわー、ちっちゃい。うわうん、まあ、おとりにはいけそうですね。16センチぐらい違うから。ちょっと場所変えよう。もう少しだけ上に行って終わろうか。ちょっとね、もう少し上に場所移動してきました。で、ここはやっぱりね、まあ、人気ポイントですね。上も、下もね、まあ、結構人おられます。まあ、さっきね、まあ、一人の方に話をね、まあ、お聞きすると、やっぱり小さいのが多いんで、おとりがなかなか変わらないっていうね。僕と全く同じようなね、状況らしいです。ここもちょっとね、いいポイントが続くんで、人も多いですけど、アユも多そうなので、行ってみましょう。いきなりめちゃくちゃ追われたな。出てないか？ん？どうか？いきなりちっちゃいのが釣れた。釣るときはこんなもんなんですけど、ちっちゃいな。ね、今釣れた。ギリギリおとりになるかな。上下動けないんでね、あんまり探れるポイントが。ないな。またちっちゃいのがかかったぞ。めっちゃちっちゃいの。ふん。お、かかった。かかったやろう。あれに流しやばいんだよね。まあ、サイズアップ。これ20ぐらい違うかな。ちょうど20ぐらい。布が釣れた。よし。ちょっとサイズがでかくなったんで、もうお前も目がかり覚悟で、ギギル行ってこい。
前なら耐えられるやろ。よっ、わかった。結構ないけど、めちゃくちゃ綺麗。11時半なんで終わるか。あ、10匹。よかったんだよ。分かってるか。まあこれも綺麗な、これ追い星3つぐらいあるね。ちっちゃいけど。アユはたくさんいるんでね、まだアベレージが18球ぐらいなんで、本当にこれからが楽しみですよね。こういう風に。よし。お腹減った、座ろう。はい。今の時間が11時半なんで、今日はね、本当に朝雨がきつかったんで、多分ね、釣りができても1時間、2時間ぐらいかなと思って来たんですけど、意外にね、まあ途中きつくなったりはあったんですけど、今はね、逆に雨ほぼ止んでます。なのでね、本当に今、下流も上流もね、結構まだまだ釣り人のね、まあ方たくさんおられます。まあ印象としては、まあ17、8センチのね、まあアユがアベレージかなっていうところで、で、今からどんどんね、まあ大きくはなると思うんですけど、特にね、今日なんか増水しててね、まあ流れがね、もう全体的にきついんですよね。なので、その時に17、8センチの鮎がね、かかっても、おとりでもね、なかなかね、しんどいかなっていう状況は状況でした。で、まあ、下手くそな僕の釣果ですけど、比較的、小さいのが多かったんですけど、まあ、たまにはね、大きいのが混じったぐらいなんですけど、うん、まあまあ、美味しそうなね、肩のサイズの鮎が、まあ、結構釣れてくれました。うん。で、半日でね、で、僕の腕だったら、もう上等の方と思います。はい。で、まだ鮎釣りはね、本当に始まったところで、去年あんまりね、鮎釣りが多分3回ぐらいしか行けてなかったのかな。今年はね、もう少しね、去年よりかは行きたいなと思ってます。鮎釣りは楽しいですよ。今日はご視聴ありがとうございます。これからもご視聴よろしくお願いします。バイバーイ。